井岡です。第10ラウンドが始まりました。残りは3ラウンドです。運が徹底すること、そして相手の強打をもらわないこと、このあたりも頭にあるはずです。伊藤さん、はい、赤コーナーサイドサラストレーナーからの指示はパリクテは疲れていると、プレスをしっかりとかけてその中で相手のパンチをブロックしてカウンターをしっかりと取っていけと、君がチャンピオンなんだ、わかるよねと言って送り出しています。井岡はこれまで3つの階級を制覇してきました。サラストレーナーも井岡はチャンピオン、ただパリクテは世界挑戦2度目、世界チャンピオンになったことはないチャレンジャー。パリクテですがラウンド間かなり大きく肩で息を吐いた。井岡一気に行く。井岡ぐらついた、下がった、パリクテ右フック、井岡が当てている、引いたよ、カウンター入った、ライト井岡一翔、時代を作ってきた井岡、2度目の王座防衛戦です。カウンターが、それはチャンピオンが井岡の、ナイスボディ、ね、グローブでガード、あるいはボディの動き、顔の動きで外している、左フックまで当たった井岡、まあ、そんなにあの距離が詰まってないということもあるんですけど、どうしたでかわすチャンピオンです。田中は鼻から出血、ジャブのカウンター、チャンピオン、聞いたか、聞いたか、ちょっと聞いた、聞いた、聞いた、ストレートではなく、ジャブカウンター、右ストレートから強烈なパンチでした。笑っているチャレンジャー、うなずいたチャンピオン。さあこの第6ラウンド、何回もあったんだからひっくり返せ、アッパーで倒してこいという指示でした。右アッパー、このラウンド止めちゃいけないですよね、ここで ね悪い開き直りはダメですから。6ラウンドですけれど、そうですね、まあエリフック、ジャブのね、命中率がすごい、うん、2度目のダウン、これもカウンター、左フック、井岡のカウンターがチャレンジャーを捉えました。まだ池江の理由、1分あるよ、1分、さあどうなる、井岡はどうする、倒しに行く、足止めない方がいいですよ、田中選手は、もうね、フックがね、やっぱ井岡のコンパクトでね、そうですね、あの上回ってますから、ガードを固めたチャレンジャー、ガードの上から打つ井岡、フック、ガードを開けさせる右フック、勝てば史上最速の4階級制覇のチャレンジャー。しかし先ほどは悪い方の開き直りになったという内藤さんでした。ただその開き直りはダウンを喫した瞬間10対8というポイント差がつきます。2度そのダウンを喫した、をもっとつけて上下打ち分けていこうと言っています。はい、やはりそのあたり左ボディ2つ、田中選手はどうしても打つときに開いてしまいますから、ナイスボディ、こういうふうに攻めていくべきですかね。31歳の井岡、見据えているものは変わりません。いい感じですね。田中に勢いが、おー、ついた、レフリー試合を止めました。止めた、止めた、染谷道明は出入った、止めたか、3度目のダウンを喫する、その瞬間最後フックやっぱり井岡カットが2度目の防衛、おたけびを上げました。選手を無事に家族の元へ帰らせることが仕事ですと、ですから内藤さん賢明な判断と、あ、しょうがないですね今のは。あ、2人が泣き合いました、ありがとう。いや、これですよね、スポーツマンシップですね、素晴らしい。いや、しかし井岡強いですね、なんかね、ここ数戦戦うためにやっぱ強くなってますね。バンタム級チャンピオン長谷川動くという、あとやっと今の左、やっぱルーボリスの左、やっぱチャンピオンが来た、ロープに来た、ロープに来た、ロープに来た、ロープを背負った、打ち合いになった、左ストレート、ロープに来た、左ストレート、さあ打ち合いだ、左ストレート、長谷川のパンチも当たっている、長谷川のパンチも当たっている、長谷川が打ち合った、長谷川が打ち合った。第9ラウンド一つ山場がありました。まずはウーボリスが左のアッパー、長谷川がガクッときたんですが、この後のこの打ち合いですよね。ここで長谷川負けなかった、これ強いですよ、はい、そこで打ち勝てなかったということで、突進が止められたということですからね。さあ残すラウンドは3つ、
第10ラウンドですが、おっ、シェフォン勝った、シェフォン勝った、長谷川勝った、長谷川やっぱり強かった、ボクシングの神様はもう一度長谷川に微笑みました。青は抜群のカウンターセンス、聞いてましたね、聞いてました、聞いてました、さあここから畳みかかった左のストレート、立てないか、挑戦者、立てない、立てない、立てない、試合終了。鈴木さん、はい、そのファッション陣営ですね、おー、ガロック、左のストレート、腰から砕け、インディリックスタイルにしたいと話していた、長谷川です、あー、左のストレート、ダリー、ダリー、ボンバリ打って変わりました、バルデス、いや、チャンスですね、さあ残り40秒、さあチャンスだ、かわしに行く、左、右、左、右、左、左、前出る、チャンピオン、連打、勝った、くっついて、接近戦ですね、あー、下ってきた、下ってきた、下ってきた、さあ連打、連打、連打、試合終了、長谷川穂積、2試合連続、テクニカルナックアウトも、あー、左、左、KO 勝ちならば26年ぶりの快挙、明日ふらついた、明日ふらついた、前出る、チャンピオン前出る、さあ1ラウンド KO か、1ラウンド KO か、さあ右左ダーン、2度目のダーン、チャレンジ残り30秒、すでに2度のダウンを奪っています、ダーン、左、試合終了、クロちゃんもちょっとニヤリとしました、ちょっと、ああ右ロック、ダーン、1ラウンド右ロック、1ラウンド、またも1ラウンド KO 防衛か、さあ立ち上がるか、ロチャ、ロチャ立ち上がれるか、さあ試合再開、まだ時間もあります、残り50秒、2試合連続の1ラウンド防衛か、さあ2度目のダウン、2度目のダウン、顔をしかめました、聞いてますよ、チャンピオン、まだ息一つ乱れていません、チャレンジは聞いてますね、2試合連続の1ラウンド KO 防衛か、あー違う、あー試合終了、薬師寺康生さん、日本人としてこのクラス5人目の長谷川穂積、セレス小林さん、はい、これから折り返しのラウンド、まあ、7ラウンドに入っていくわけなんですけれども、はいはい、強烈だ、発揮できているところですよね、そして松田ウイラボに勝ったのは強いですね、さあ倒れた、これで2度目のダウン、マルチネス2度目のダウン、そしてこのラウンドまだ1分以上残されています、初防衛戦とは思えないですね、そうですね、さああとは試合が止まるのを期待したい、上下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 打ち上げれば、マルチネスが来た、ものすごい競争だ、しかし打ち合う、長谷川打ち合う、マルチネスも来た、来た、地元での凱旋試合、2度目のタイトル防衛戦もいよいよ終盤、残すところあと4ラウンド、第9ラウンドを迎えています、ワンパンチ、ワンパンチ、カウンターで決まった、ミラボンが倒れた、ミラボンが倒れた、シェフリーが止めた、第9ラウンド鮮やか、長谷川穂積ワンパンチノックアウト、見事なワンパンチ、今のタイミングは抜群だね、コーナーのリングに登場いたします、日本憲法からボクシングに転向した異色のボクサー、ね、あそうですか、あっと左当たった、ダウンか、ダウン寸前、ダウン寸前、渡辺の左からコンビネーション、またロープに詰まる、またロープに詰まりました、チャンピオン第9ラウンド、さあどうだ、反撃の、反撃の手数はありません、渡辺攻める、渡辺の左右の連打、どうだ、KO できるか、ボディから顔面、もうダウンですよね、もう顔面攻撃、一方的な連打、一方的な連打、渡辺チャンス、どうだ、まだ反撃します、まだ立っています、まだ立っています、まだ立っています、チャンピオン45秒、最終ラウンドあと40秒、冷静に15ラウンド戦ってきました、挑戦者の渡辺、
放送席の採点は一方的であります。もうナックアウトはなくなりました。2分55秒最後まで抵抗を試みる世界チャンピオンペドロサ。そして試合終了。大きく腕を上げた。まだ見せておりませんが、第1ラウンド。おい、ナックアウト。チャンピオン転換。チャンピオン取った、上がった。ベノスレのボディを持っていきます。しかしまだ余裕があります。まだ余裕がある渡辺。いや、しかしなかなか最初から積極的ですね。積極的ですね。この出口内体育館の大観衆からの声援、その声援に押されています。残りがあと1分、残りあと1分です。渡辺焦らずにですね、はい、この右のガードを上げて、はい、もっと足使った方がいいですね。相手の前に右一発だからだ。もうここはさすがに世界戦をこれまで、11回ですか、はい、11回経験してきている、あ、キム・シルホーの試合を入れますと12回経験してきている渡辺。もう相手がどう出たらどういくというのはもう全て頭の中に入ってるんでしょうね。だからですね、はい、この前足使って韓国で負けたんですね、はい、サイドステップしても逃げてるように見られたんです。一発だ、左一発、これは立てないでしょう。決まったですね。立てないでしょう。半分立ち上がります。いいカウンターだったですね。素晴らしい左でした。これは立てないでしょう。立てない、立てないかどうだ、立ったかどうだ、立ったかどうだ。やらせますね、やらせます、やらせます。ボディ打って上へ返すんですね、はい、ボディを狙いたいか。左の福田、ジュンソさんも歓迎しました。右の福田、右の福田、ダウン、ダウンです。失点しました、ゴン・ジュンテン、はい、カン・スン・チャンですね、はい、まあ、11回 TKO で勝ってるわけなんですけども、あの時もやはり非常に落ち着いてましたし、それからラミレス戦でもね、はい、苦戦はしましたけども、やはりきちんと計算して勝ってきました。それからファヤオとの試合、統一戦も苦しい試合だったんですが逆転勝ち。そうですね、今日は渡辺はですね、はい、ちょっと倒そうという意識ちょっと過剰ですね。ああ、なるほどね。だからですね、はい、強いなパンチをちょっともらってるところありますね、はい、ただその代わりその分倒すチャンスも多いと思いますけれど、はい、右のボディアッパーです。離れ際の右のボディ、右から左、ワンツー、すごい歓声ですね。すごい歓声です。我々の声が本当に届かないんじゃないかと思います。あ、右が当たった、右が左、行きました。右が左が当たった、聞いた、聞いた、当たった、さあロックしてる、ダウン、ダウンです。第5ラウンドダウン、素晴らしいカウンターが決まりました。ユンソンパン、しかし立ち上がります。京都でですね、すごい感情です、はい、右腹筋からですね、左ストレートですね、そうですね、だからロングからショートに切り替えましたよね、はい、さあこれはチャンスです。渡辺第5ラウンド、だから大振り狙わずに小さなパンチで当ててですね、はい、効いてますからね、はい、軽いパンチでも倒れますね、はい、さあセカンドラウンドですね、まずは右ロック、ショートロックです。今ドラウンド、しかしユンボこう足がフラフラしていながらもパンチを思い切って出してきますから、ここは強いと危ないですね。そうですね、右ロック、左ロック、左ロックダウン、アウトダウン、2度目のダウン。さあユン・ソクファン、これで立てるかどうか、これで立てるかどうか。ニュートラルコーナーに渡辺が下がります。立ち上がりました、また立ち上がりましたユン・ソクファン。時間の方はあと1分、時間の方はあと1分。右ロック、効いてますね、効いてます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 、左を伸ばした。さあ渡辺が倒せる、渡辺が倒せる、持っていけるか渡辺。左のボディアッパー、右ロッカー空振り、右ロッカー空振り、渡辺必死に食らいつきます、必死に食らいつきます。ユンソクさん、右を軽く当てました。コンビネーションで当てることですね。さあなんとかここでフィニッシュに持っていきたい。インサイドから右のアッパーのチームがいいですね。右ロック届く、アーバン、ここで渡辺 KO 勝ち。花城だ、渡辺だ、すごい声援です。チャレンジャー川島博史です。今試合開始のゴングが響き渡りました。 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチが始まりました。おっと、川島の右、間合いの取り方が非常にいいことですね。川島左、川島右、はい、僕もね同じ意見なんですけどね。さあ川島左から右です。そして右を伸ばしました。いいですね、左今のショートですね。そして、はい、
左から右、確実にパンチを当てています川島。第1ラウンド終了しました。ね、はい、まあ、あのチャンピオンが約7割近く、まあ、ですからその目は離せられない。メキシコ勢ですからね。そうですね、はい、セコンド陣も笑顔が出ていました。そうですか。メキシコ勢というのはですね、まあ、日本のグローブを使っているロックオンスと、まあ、同じぐらいという感じです、はい、そして左、いいです、ボディです、左のボディ、そして右アッパー、正確にそのクリーンヒットしてますよね。そんな感じ受けますね、はい、そして速い動き、状態も非常に柔らかい川島。しかし上野も出てきた、上野右です、高島左、はい、そしてまた左ですよ。そうですか。ただですね、はい、右のパンチが少ないですね。いわゆる徐々に徐々にその自分のペースに、はい、いいですね、今最高ですね、はい、左足顔面を捉えました。高島左ダブルで持っていきました、顔面に持っていきました。さあボディです、そして右フック、顔面を捉えた、あまり大振りにならないように、あまり右左、さあしかし入っていく、フォアと右をもらった川島、入っていくときに気をつけなくてはいけない、うん、さあ打ち合いになった、打ち合いになった、ここで第3ラウンドが終了します。ところ、ええ、もっと打ち合いという指示を飛ばしていう感じですか。そうですね、それほどですね、はい、のがパンチを当てています。さあ打ち合いになった、しかしカーブの川島のパンチを空振り、はい、お互いにパンチが当たらないね。そうですね、本当レベルの高い試合です ね、 そうですね。今ちょっとお話を伺ったら、はい、やっと硬さが取れてきたみたいな、はい、今のままでいいと話してました。いいパンチ、川島今回のテーマは、川島の今回のテーマはアンタッチャブル、パンチをもらわない、触らせない、触れさせない、そういうテーマでやってきました。しかし、パンチをもらいます。しかし川島のパンチも入ります。左右とフック、そして左ストレート、また左ストレート、川島としてはですね、右スク、指示が下がったわけですよ、もう少しその高く上げなきゃ角度のいい左フックにはならないと思いますね。まあ、ただああいう服はあの相手からなかなか見えないそうですね。大熊さん、はい、チャンピオンサイドです、はい、かなり苦手意識持ってますね、アッパー、これはかすただけになりました川島。さあいくか、グローブをオープン、オープン、さあ川島の左、もうチャンスですね、顎の当たりを捉えた、鼻血を出しています、チャンピオンベイド、もう残り時間がありません。第7ラウンド、川島のいいパンチが入っている、合計1本になったベイド、ここで第7ラウンドが終了。まあ、あとはですね、はい、上野もこのままのね、はい、このままのそのペースでいくかですね、ボディを揺らしてますね、ボディを揺らしてますね、はい、またボディです、左ボディ、先ほど、さあ川島左ストレート右、そしてアッパー、まあ、ずっとですね、はい、試合の流れを見てますとですね、まあ、あのちゃん川島の方がポイントでリードしていますね。川島のパンチの方が的確に数も上回って入っているように見えています。左フック、この辺りを右を持っていきます、ベロ、川島の左、浅いんですけどもね、当たってますからね。あ、そうですか、はい、今も左が当たりました。川島は左を持っていきます、川島ボディ、そしてアッパー、右アッパー、右のショートアッパーを離しました川島。お父さんも立ち上がって、左が入った、ダウンです、ダウンです、左のカウンターですね、カウンターですね、無意識のパンチですね、顔面を取られました、足にかなり来てますね、はい、チャンスですよ、チャンピオン目のダウンです、ここで、ここでゴングです、川島、さあ最後のラウンド、さあ左、川島の左、やっとここで花が開きます、川島ひろし、最終ラウンドが終了しました。拳を上げました川島ひろし、勝者青コーナー、やはりやりました、川島世界チャンピオンです、世界初挑戦で見事念願の世界チャンピオンの座を手にしました。WBC 世界スーパーフライ級予選挑戦です、徳山正盛です。大きな歓声が湧き上がりました大阪府立体育会館、99年9月に指導を受けたことがあります張蔭潤、この試合はどういった展開になりますでしょうか。今試合開始のゴンが鳴っています。
まず両者グローブを合わせました。ヘアスタイル金髪に染めていますのが、おーっと早く動きました。挑戦者徳山です。先手必勝か徳山雅則ブルー。ただ今の状態だったら左も入りますよ。あー、見事いいパンツだ、ダウンです。見事に入りました。いやー、いい感じのパンツでしたね。ランスストレートですね、これが入ってタイミングがあったんですよね。そうですね。さあチャンピオンはゆっくりと休んで立ち上がりましたが、これダメージあるでしょう。だいぶダメージは残ってますよ。左、最後左右を返しました。このままで試合終了です。間違いですね。117対109ですよ。最後のポイントはね、110新チャンピオン誕生です。徳山、さあ左のジャブで逃げました。徳山、武田さん、逆に張陰樹の、ね、はい、表情をご覧になっていかがですか。左からあの右を狙ってると思います。そうですね、はい、徳山の方が先にゴール、当たりますね、当たりますね。あ、右、あ、右だ、クラッとしたか、ちょっとクラッとしたか、思い出しますね。さあドキドキ、もうワクワクしました。はい、ワクワクします。以上、奥様のインさんでした。はい、ウェクサーアナウンサーにインタビューしてもらいました。あ、星野さん、30秒を切りました。11ラウンド、いや、ストレートを狙って当てたんですよ。あーっと右のクロスだ、右のクロス。そして川島が右に父さん、はい、一方青コーナーの徳山サイドですね、いいペースでいってると、金沢会長、リズムがいいよと、右フックだけ相手気をつけろ、はい、とにかく自分はあまり交代することはありませんからね。右のやつ、右のやつ、しかしまた右の中央左のフックですか、はい、あ、徳山選手が本当に鉄筋戦には本当に注意してますからね、はい、右左、そしてまた右に左をつく、右から左、左のジャブ、まだ交代する、あーっと左、今度は川島の左です。右のストレートは空振り、川島のワンツーは空を切りました。左をつく、左をつけて右のクロス、また右のストレート、左、徳山の左です。あー、いい、いい右だ。星野さん、はい、そういう、まあ、大橋会長の話ですけどもね、はい、でも徳山選手がまじりじりと前に出る、右の左のフックは空振り、右のストレート、左が右を落とした、徳山左交代する、足、ここでゴング、決着のゴング、判定に持ち込まれました。ビクトリー WBC 世界スーパーフライウェイトニューチャンピオン、雅森、徳山雅森。